それでは再び大会の模様に戻りましょう。続いてはマジックの技術を競い合うコンテストに出場したマジシャンたちをご紹介します。今回このコンテストに挑戦してきたマジシャンの数はおよそ140組なんですね。でこのコンテストはマジックの種類によっていくつかの部門に分けられています。いわゆるマジック全般を取り扱うジェネラルマジック、手先の器用さを競い合うマニュピレーション、大掛かりな仕掛けを使ったイリュージョン、笑いのあるコメディーマジック、観客を巻き込んで行うメンタルマジック、そしてトランプなどを使った観客の近くでマジックを行うクローズアップです。今ご覧いただいていますのはマジック全般を取り扱うジェネラルマジック部門で3位になったロクサーヌさんの演技です。ドイツの方です。雰囲気のある方ですね。そうですね。あら、バラの色と同じ色になっちゃった。あら、消えちゃった。忙しい時にいいでしょこれ。女性の皆様、あっという間に消えてあっという間につけられますよね。あらららら、何の傷もなくなっちゃいました。雲の糸のって結構高いんですよね。まあ聞きましたスタッフの人よくご存知。はあ、なんかダイナミックですね。いろんなことをしてくださる。回っちゃいますよ。ロクサーヌさんでした。